どうもゴッドコータンです。こんにちは。なしです。こんにちは。今回はアスレチック3つのバイオームアスレチックをやっていきたいと思います。なしさんとどっちが早いか競争しようか。おーおー、いいよ。前はなし勝ったけどね。前って何のこと？え、過去のことは僕は振り返らない主義なのでね。それでは行きましょう。はいはいはい。おー、ザ・オーバーワールド。これはね、オーバーワールドとネザーとエンドの3つのバイオームに分かれているんですよ、ディメンションにね。じゃあ行くよ。3、2、1、スタート。スタート。ドゥンディ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 ドゥンドゥンドゥルルルルンドゥンドゥルル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 。いや、なんか すごい痛そうなピシッて音が聞こえたけど、多分気のせいじゃない。なし、抜かしてないよね。抜かしてないよ。まさか抜かしてないよね。僕一生懸命やってたからさ、人に抜かされるのは悲しいな、うん、罪悪感を芽生えさせてやる。コータンを傷つけたくない。なしに、ナッシーに置いてかれるのは嫌だ。それ以上言わないで、コータン。ナッシー待ってよ。僕、心が痛い。僕ナッシーと一緒にゴール行きたかった。でもナッシーは一人で勝手に先に行ってしまうんだね。え、でもコータンの方が先にいる。あ、あれ本当だ。あれ、やったぜ。なんでおかしい、おかしい。ああ、僕の勝ちだな。悪いな、ナッシー。ジャングルバイオームだけど、ナッシーくんどこら辺いる？ナッシーはジャングルバイオームの一個手前のメサバイオームだよ。今ジャングルバイオーム入った。今石炭バイオーム。ちょうど1バイオーム差だね。ね、同時にスタートしたのに不思議だね。ナッシーはコータンのことを考えて待ってあげたから、罪悪感。あの、コータンのあの泣いてる声にちょっと感化されちゃって。ぐっ。コータン、ナッシーのことを置いてどんどん先に行っちゃうもんね。いや、あー、ミスった。後ろにナッシーが来てるよ。もう、ナッシーはアスレチック強いな。よし。おー、いいね。普通にミスった。コータンさん、今どこいるの？ジャングルバイオーム。ジャングルバイオーム？そう、ジャングル。ナッシーとは2つバイオーム差かな？てか、僕、このアスレチック初見じゃないからね。若干僕の方が有利ってのもある。そっか、じゃあルートとかわかるんだね、コータン。まあね。ってことは、まあ、コウちゃんが勝って当選か。まあね、どんなアスレチックだろうとナッシーには僕は勝つよ。言ってくれるね、コウちゃん。そりゃ言うよ。確かにナッシーは個々のアスレチックのスキルっていうのは上手いかもしんないよ、うん、でもそれらが連続してくるとナッシーくん急に遅くなっちゃうもんね。まあ確かに、ちょっとちょうどね、クリアできそうなところで落ちちゃって、また最初からやんなきゃいけないとかよくあるから。そうそうそう。3マスネオジャンとか2マスネオジャンとか、単体のアスレチックは上手だけど、例えば1000メートルアスレチックとか、そういう長ったらしいタイプのアスレチックとなると、速度は落ちますよね。そうね。集中力は持たないからね。僕はあの、スキルはそんなないけど、でもまあ、アスレチック、速度っていうか、長い距離のあるアスレチックは、全然いける。おー。つまり、持続力タイプなんだ。そうだね。4万メートルアスレチックとかクリアしてたからね。え、すご。それさ、何時間くらいさ、勝ててクリアしたの？ 6 時間。おー、すご。すごいでしょ。うん。ネザーバイオーム行っちゃいました。ごめん。え、待って、ナッシー、まだ砂浜バイオームなんだけど。ごめん、ナッシー、別のディメンション行っちゃった。居眠りナッシーもでもネザーバイオーム来たよ。マジ？ちなみにコータン今どこですか？ネザー要塞のところにいるね。トロッコのレールがいっぱい置いてある。あー、でもまだコータンの方はリードしてるんだ。そうですよ。やばい、だんだん腕が疲れてきた。連続でアスレチックをやるとやっぱり疲労感が来るね。そうね。もうなんかね、足がね、痺れてね、動かなくなってきてる。正座でやってんの？
でもなしね、あのね、ゲーミングチェアにね、正座っていうか足をこうくねってしながらやってるよ。なんで？わかんない。手に足をつけたくないって感じかな。かっこよ。かっこよ。そして、ディメンションはエンドへ行きました。え、待って、早くない？僕、先にゴール行っちゃうかも。なんかないの？ハンデとか。まあ確かにこのマップ、僕、もうプレイしたことあるしな。じゃあなんかハンデあげるわ。どうしよっかな、うん。僕のいいところを10個言ってください。そしたら10秒止まってあげます。オッケー。まず、絵がうまいでしょ？はい。声が特徴的。他の人にはない魅力的なボイスをしてる。おぉ。で、3つ目。うん、アスレは確かに今の感じで見るとうまいよね。そうね。それは否めない。四つ目。PVP をまあなしよりもうまいわ。うんうんうん。で、五つ目。一人暮らしってやっぱ大変だから、その一人暮らしをそのやりつつ、学業とか、50人クラフトとか整理させてるのもすごい。ほうほうほう。六つ目。社交的で、いろんな人と仲がいい。ん？こともある。ちょ、嘘ついた。嘘ついた。まさか、思いつかないからって嘘つくの？ちょ、こーちゃん、自分勝手に見えるけれども、はい、意外と思いやりがある。思いやりがある。おう。7つ目は7つ目、ちょっと、もうね、なしね、多分ね、コーターのね、いいところを考えてる間に10秒以上ロスしてる気がするけど。マジで？じゃあいいや、20秒待ってやるよ。あ、ほんと？その頑張りに免じて20秒待ってやろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、18、19、20。はい、20秒止まってやれたよ。この間にいくらタイムを縮めることができたかな。でもコータンが20秒数えてる間にナッシーは2つのエリアをクリアしたよ。おお、じゃあ僕抜かされちゃうかもしんないな。コータンなんかやけにさ余裕そうだね。だって僕の方が強いもん。なんか上から花火の音が聞こえるからゴール近いな僕。え、ま、うっそ。多分僕の勝ちだなこれ。エンダードラゴン倒すわ。え、そんなエンダードラゴンと戦う要素あるの？そうなんですよ、実はアスレチックを駆使してエンダードラゴンを倒すんです。おー、デストロイザークリスタル、直接登ってエンドクリスタルを壊すのよ。ただその場合ね、後から来るナッシーの方が有利なんだよな。そうだよ、ナッシーはだってコータンがあの壊すのを下で見てればいいもんね。そうよ、そんなんずるいよ。よし、2個壊した。あと何個？あと2個だ。あと2個。急げ。まあ、僕はこういう意味でも、いろいろとさ、ハンデってやつを追っているわけですよ。はい。はい、よし、壊した。やったー！エンダードラゴン到達、そしてアスレチック1位です。ふぅー。コータンが1位、優勝したよー。で、ナッシーさんは、ナッシーはもうちょっとでゴールだけど、くしくもまあ破れてはしまったけど。じゃナッシーくんのところちょっと見てみようかな。ナッシー、ついにナッシーがエンダードラゴンとご対面しましたな。ナッシーさん頑張れ。コータンとの勝負では負けたけど、このエンドラとの勝負には勝たなきゃいけないから。まあどうやって負けるんだって話なんだけど。いや、跳躍のポーション使って高いところまでジャンプしてエンドクリスタ。え、今何どうしたの？いや、これは復帰できます。おお、ここあるじゃないですか。ありますね。おお、すごい、できるよコウタン、これ。まあ待ちなされ。はい、できました。おお、まあ頑張ってくださいな。僕ちょっと待ってるわ、その間ツイッター見てよ。
ナッシーくんまだかな。ナッシーもうすぐ壊すから、あと1個のエンダークリスタル。おーゴール、 おめでとうナッシー。ありがとうございます。お疲れ様。やっとゴールできたね。確かに今回はコータに惨敗したかもしれない。ふんふんふん。じゃあ同点かな。同点で確かに1対1だもんね。そうだね。ということでチャンネル登録と高評価よろしく。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。概要欄にナッシーのチャンネル貼っとくから登録よろしく。あ、お願いします。